全国の週間の天気をお伝えします。25日日曜日は各地日差しが届くチャンスはあるものの、前日よりも晴れ間は短く、そして雨の降る可能性があります。雨アイコンがついていない東京などでも雨の降る可能性がありますので気をつけください。その後も台風10号が接近する前から西日本や東日本の太平洋側では湿った空気が流れ込み、活発な雨雲かかりやすい状況となります。局地的には雨足が強まる可能性がありますので最新の情報確認ください。また27日火曜日から28日水曜日にかけて台風10号は九州から関東のいずれかに上陸する可能性が高くなっています。現在曇りや雨のアイコンになっていますけれども、大雨嵐アイコンとなる可能性もありますので、最新の情報を確認していただく必要があります。またその先のアイコンにつきましても台風の進路に、よっては変わっていきますので、最新の情報どこ確認ください。気温につきましては暑さのピークは過ぎているかと思いますけれども、まだまだ蒸し暑さが続きそうです。暖かく湿った空気が流れ込み、じめっとした体感は続きそうですので、引き続き熱中症対策も万全に行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。